皆さんこんにちは。この動画では袋井消防署について紹介していきます。皆さんの住んでいる地域にある消防署がどんなところなのか一緒に見学していきましょう。普段見ることができない部屋や消防署の紹介もありますのでお楽しみに。それでは早速見ていきましょう。袋井消防庁舎、袋井市防災センターの事業経過。令和2年1月8日庁舎完成、4月1日業務開始。施設概要、敷地面積 8196.42 平方メートル、本庁舎棟鉄筋コンクリート造4階建て、延べ床面積 5296.07 平方メートル、免震構造、屋上ヘリポート完備。消防署の玄関ロビーに入ってみましょう。中に入ると、さまざまな展示物があります。その中から、まず大きなモニターについて紹介します。このモニターには、消防署からのお知らせや昨日までの救急・無火災日数が分かるようになっています。続いてこちらのパネルを紹介します。こちらのパネルは庁舎の特色と皆さんに気をつけてもらいたいことを展示しています。それではエレベーターに乗って2階に向かいましょう。2階の消防署エリアに到着しました。それでは見ていきましょう。エレベーターを出てすぐにあるのが情報管理室という部屋です。この部屋では災害が起こった時、置いてある無線機を使い情報収集をし、現場にいる消防隊と無線交信を行っています。少し進むと袋井消防署の本所執務室です。ここでは当直勤務といって朝の8時半から翌日の朝8時半まで働く職員の事務作業をする部屋になっています。続いて普段入ることができない部屋を紹介していきます。この部屋は会議室になっており、さまざまな用途の会議に使われています。各階に打ち合わせができる部屋も設けられています。ここでは職員が体を鍛えるための道具が置いてあるトレーニング室になります。人を助けて安全に帰ってくるには体力が大事になるので、職員は日々この部屋でトレーニングをしています。反対側の部屋は図書室です。この図書室はすべて消防関係の本が置いてあり、調べ物をする際この部屋を利用しています。少し進むと食堂です。皆さんの家庭と同じような
台所が設置されています。職員の人数が多いので一般の家庭より IH ヒーターや電子レンジ、冷蔵庫など多く設置されています。次は仮眠室の紹介をします。中にはロッカー、棚、ベッドが置いてあるので仮眠時間になるとここで職員は仮眠を取ります。天井には出動指令が流れるスピーカーがあるので夜中の出動もすぐ準備できるようになっています。2階の消防署エリアの紹介は終わりましたので、3階を見に行きましょう。3階に到着しました。それでは見ていきましょう。エレベーターを出て少し進むと消防団の活動についてや防災グッズの展示がされています。皆さんが消防署に来た際はどんなものが展示されているか見てみてください。この大きい部屋は研修室といい、突然人が倒れてしまった際、救急車が来るまでにしてほしいことを学ぶ救命講習。研修やさまざまな会議を行う際、この部屋を使用します。続いて4階に行きましょう。4階消防本部エリアに到着しました。それでは見ていきましょう。ここは消防本部の執務室です。黒井消防本部には大きな工場や会社の立ち入り検査などを行う予防課、消防車の購入や訓練を企画する警防課、職員の給料などを管理する総務課があります。4階の紹介は以上です。屋上に行ってみましょう。屋上に到着しました。それでは外に出てみましょう。屋上にはヘリポートが設置されています。このヘリポートにはドクターヘリコプターや防災ヘリコプターなど着陸することができます。実際にドクターヘリコプターが着陸し救急活動を行ったりもしています。続いて1階出動準備室まで降りていきましょう。ここが出動準備室です。それでは見ていきましょう。毎日勤務する人が変わるため出動準備室には
回転式のロッカーが設置されています。災害出動時、この部屋で防火服などに着替えて消防車に乗り込む準備をします。それでは庁舎の地下に進んでいきましょう。消防庁舎の地下にある免震装置を見ていきましょう。庁舎の地下には4種類の免震装置が設置されています。どんな種類の装置があるかというと、天然ゴム系積層ゴム、弾性滑り支承、レール式転がり支承、オイルダンパー、この4つが庁舎の地下に設置されています。以上で庁舎の紹介は終了です。皆さんこんにちは、消防リーンの鈴木です。袋井消防署には水をたくさん積んだ車、高さ13メートルまではしごを伸ばせる車などさまざまな種類の消防車があります。今からは基本的な消防ポンプ自動車と呼ばれる消防車を紹介していきます。消防車にはポンプと呼ばれる水を出すための機械が載せられています。ちなみに袋井消防署に配備されている消防車は毎分2トン以上水を出せるポンプがついています。ポンプを操作する部分を見ていきましょう。3つ代表的なものを紹介します。1つ目は放水口です。この部分にホースを接続し水を送り出す部分です。2つ目は圧力計です。送り出している水の強さを目で確認できるメーターになっています。3つ目は給水口です。給管と呼ばれるこの大きな管を水のある場所に入れて放水で使用する水を確保しています。続いてこの消防車の秘密を紹介します。実はこの消防車には1台ホースを伸ばす専用の車が乗っています。こちらです。この車には20メートルのホースが14本乗っていて200メートル以上ホースを伸ばすことができます。それでは実際に走らせてみます。どうでしたでしょうか。消防車の紹介は以上になります。次は救急車の紹介です。皆さんこんにちは、救急救命士の鈴木です。今から救急車について紹介したいと思います。外観は消防車と違い白がメインになっています。救急出動件数は袋井消防管内で年間約3600件、1日平均約 9.8 件出動しています。それでは救急車の内部に入ってみましょう。
中にはたくさんの機械やベッドが設置されています。いくつか紹介していきますね。一つ目は AED。 この機械は心臓が原因で意識がなくなってしまった人に装着します。心臓の動きを機械が診断してくれて、必要な場合にのみ電気ショックを打つことができます。二つ目は具合の悪い人の状態を調べる道具が入ったバッグです。この中には皆さんのお家にあるような体温計、それから血圧計、専門的な機械になりますが血糖測定器など多くの道具が入っています。3つ目はストレッチャーと呼ばれる移動式のベッドです。高さが変わるので自力で移動できない人など、黄色い担架と一緒に使用して救急車まで運びます。皆さん、救急車の中はどうでしたか？普段見れない場所で興味を持ってもらえたかと思います。以上で救急車の紹介を終わります。次は救助工作者の紹介です。皆さんこんにちは。特別救助隊の松下です。ここでは救助工作者、通称ウクロイ41号車の説明をさせていただきます。水を積んだタンク車と違い、救助工作者にはたくさんの道具が積まれています。それでは早速中を見ていきましょう。車両の右側には主に火災現場で使用される資機材が積まれています。火災現場において建物内に人が取り残されている、しかし玄関の扉が閉まっており中に助けに入ることができない、そんな時に登場するのがこちらのエンジンカッターです。鉄の扉をも切断可能なとても強力なカッターです。またこちらは空気呼吸器です。煙を充満した空間で息をしてしまうとどうなるでしょうか。煙に含まれる有毒なガスが体に害を及ぼし、最悪の場合死に至ります。そうした環境下で呼吸を可能にするものこそこちらの空気呼吸器です。消防士にとって必須の資機材の一つと言えるでしょう。まだ多くの資機材が残っておりますが、反対側へ移らせていただきます。車両の左側には主に交通事故現場で使用される資機材が積まれています。今回はその中でも代表的なスプレッダーと呼ばれる資機材を紹介させていただきます。こちらがスプレッダーです。事故が発生し車が押しつぶされ、体の一部が挟まってしまい外に脱出できない人がいる、スプレッダーはこうした状況下で力を発揮します。こちらの先端部分を車の隙間に差し込み、油圧と呼ばれる大きな力を使って押しつぶされた部分を徐々に押し広げることが可能です。こうして挟まれていた人を外に助け出すことが可能となります。この他にも車両の外側にはクレーン、ウインチ、
照明といった他の車両には見られない特別な装備が設けられています。以上で救助工作車の説明を終わります。消防車の色はなぜ赤色なの？法律の中で消防自動車は朱色、その他の緊急車両は白色と決められているからです。日本が初めて海外から輸入した消防車が朱色だったことも理由の一つとされています。消防車はどのくらいの速さで走るの？緊急走行時は一般の道路で時速80キロ、高速道路では時速100キロまで出して運転できるよう法律で決められています。通常時は一般の車と同じ速度で道路を走ります。火事を消すのにどのぐらい水が必要なの？火事の大きさによって様々ですが、バケツ1杯の水で消せる火事もあれば、50トン以上の水を使う火事もあります。火事が起きたら消防車は何台出動するの？一般的な建物火災では指揮車、タンク車、ポンプ車、多目的消防ポンプ車、救助工作車、救急車の計6台が最初に出動します。消防団の車両も10台程度出動します。火事を消すときに使う水はどこにあるの？消火栓や防火水槽、川や池などの水を使用して放水します。皆さん、消防署がどんなところか分かってもらえたでしょうか？少しでも消防署のことを分かってもらえたら嬉しいです。この動画以外に気になるところがありましたら、消防署まで気軽に遊びに来て聞いてください。それでは皆さん、さようなら。